ここ数年、世間の関心が高まっている働き方。社会問題の一つとなっているのが、ブラック企業の存在です。その実態を体験するイベントにカメラが潜入しました。残業代って何をもらえるんですか？あ、そっか。マイカ君、新卒だもんね。社会人はサービス残業は当たり前。耳を疑いたくなる理不尽な発言。これらはブラック企業と呼ばれる会社で実際に起こった内容です。先週勤労感謝の日に合わせて、良い職場とは何かを考える特別企画、ブラック企業体験イベントが行われました。2014年に行われたアンケート調査では、自分の勤務先がブラック企業と感じている人がおよそ3割に上りました。1年前ぐらいから、働き方改革っていうのが国会で叫ばれている中、なんかその僕らにとってはピンとこないなと、体験を通して見つめ直すきっかけできたらなと思っています。イベントでは、実在するブラック企業で起こったパワハラやモラハラなどを役者による演技で再現。参加者は被害者側の立場を疑似体験します。今自分が大学4年生で、一応来年から新社会人で働く人間なんですけど、就活通して結構今後働いていく上での不安とかももともと感じていて、ブラック企業とかにもし今後入ってしまった時の対策みたいなものを知りたいと思って参加しました。演技の設定は架空のブラック企業に就職した新入社員の出社初日です。俺たちはな、多少は厳しいことを言うかもしれない、でもそれは愛の無知だと思って耐えてほしい。実話をもとに再現されたブラックな職場、生々しい実態の一部をご覧ください。実体験1、理不尽な扱い。これ行け、よろしくお願いします。よろしくお願いします。生々もう一度、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一度だよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。慣れてるかお前、本当だ。実体験2、理不尽な嫌がらせ。はい、あなたさ、明日から始業時間の2時間前に今会社来て、でこのみんなの代わりに一人で社内掃除して。そうだよな。そう、うん、うん、はい。であと、さっきの会社への迷惑料、あれ200万円、今月から月々10万ずつ線引きさせてもらうから、よろしく、はい。実体験3、暴力行為。やめろよ。キくん、キくん、はいはい、キくん、はい、はい、ありがとう。キくん、ありがとうね。はい。およそ1時間半にわたって劣悪な職場の実態に触れた参加者は、実際体験するとやっぱちょっと引きますよ。あくまで役者さんでしたけど、隣でこう怒鳴られているのを見るとこう萎縮しますよね。自分にももしかしたら来るんじゃないかみたいな。自分の職場でも起こる可能性がある過重労働やハラスメント問題、周りの皆さんと一緒に働き方について考えてみてはいかがでしょうか。